迷彩服2型の上に防弾直機2型を着用して訓練を行う隊員たち迷彩服2型は1992年より迷彩服1型及び65式作業服に代わり陸上自衛隊隊員に対応される被服である。現在は細部の改良、変更を行った迷彩服3型に蓄次更新されている。海上自衛隊が陸上戦闘服として採用している。 他航空自衛隊の航空救難団の救難服の一つにも採用されている。戦闘訓練を行うインディック上自衛隊では1970年代半ばより演習トークンレンジ服1型が使用されていたが、その迷彩パターンは北海道の主要植生である熊笹と赤土土壌を考慮したものであり、その外の地域では明るく目立つものであった。以上を踏まえ、 1980年代後半から1990年代前半の戦闘装着セット開発の一環として、日本国内の様々な山野の風景をコンピュータ処理し、日本全域での使用により最適化された迷彩パターンが開発され、これを採用した新型戦闘服が登場した。新型迷彩を使用した陸上自衛隊の戦闘服は主従存在する。まず、 陸上自衛官には65式作業服の後継として作業服、迷彩の名称で2着対応される。これは部隊統一動とともに個人で携行する個人被服である。さらに戦闘装着セットが装備される部隊に所属する陸上自衛官には迷彩服1型の後継として戦闘服、一般用、戦闘服、空挺用、戦闘服、 装甲用、戦闘服、航空用等の名称で、所属の間2着対応される。一方で、同セットが装備されない、機関等には、明細服2型が対応される。当初、作業服、明細は一連の、戦闘服と異なる記事が使用されていたが、使用統一され、作業服、明細は、明細服2型の名称で置き換わった。さらに現在、戦闘服2型、 明細服4型の名称で、細部仕様のマイナーチェンジを図った皮覆にそれぞれ逐字、更新されている。損傷や劣化等により機能を喪失し回収されたものは、原則として、各中屯治療部隊や、各方面補給所にて一括回収され、すべてシュレッダー等により裁断発揮される。明細服二型を着た、空挺団普通科大隊迫撃砲中隊の隊員十四。 式 7.62mm 小銃で着剣捧げつつをする隊員たちにほんの平均的な植生の画像データをもとにドット状のパターンを形成している。この迷彩パターンは迷彩2型と呼ばれ戦闘装着セットのほぼ全ての装備品に使用されている。近距離における秘匿性が非常に高く戦闘行動全般よりは待ち伏せにその威力を発揮すると言われている。 これは、選手防衛、日本国外で戦闘を行うことがない自衛隊の特殊な事情が影響している。また、素材は、難年ビニロン70%と、綿30%で、600度の熱にさらされても、約12秒間着用者を防護できるほどの難年性が付与されているほか、赤外線暗視装置での探知を困難にする。 近赤外線偽装が施されるなどの工夫が施されている。戦闘装着セットに組み込まれている戦闘服と、組み込まれていない戦闘服2型は意見すると同じに、見えるが、過去に支給されていた戦闘服2型の見たい赤外線偽装が施されている。通常の洗濯用洗剤を使用すると、蛍光増白剤のため効果が失われるので、中性洗剤で洗濯するよう指導されていた。 また、戦闘装着セットが配備されている部隊にも従来の OD 作業服に代わり、迷彩作業服2型が支給され始めている。迷彩戦闘服は、基本的に戦闘を目的とし、通常の作業等には使用されない予定であったが、2001年頃より、中部方面隊や北部方面隊の一部部隊が、通常勤務で使用したのを皮切りに、全国の部隊で使用が開始され、 現在では多くの部隊で日常的に着用されている。作業で酷使されることが多くなった影響を及び、元々の縫製が非常に甘いためからか、従来の OD 戦闘服に比べ非常に破れやすい。ズボンのポケットに多少大きめの財布を入れておくと、ポケットが破れたり、膝当て部分もしばらく立つと縫製が溶けて破れ始める。なお、支給される戦闘服は、 隊員一人当たり二着のみの支給に加え、一着は、経営勤務などの特別勤務等の使用に割り振られるため、多くの隊員は、私物として、自費で購入した、迷彩作業服を使用していたが、現在は着用は認められていない。迷彩パターン順越を受ける隊員たち防御服四型と、防雨御靴自衛隊イラク派遣に参加した、陸上自衛隊隊員も、迷彩服二型を改良した。 防御服4型を着用していた。乾燥地域のイラクでは、緑色が目立ち、迷彩の用をなさないため、現地に合わせたスナイの砂漠迷彩服を調達することも検討されたが、むしろ日本の舞台であるということを強調する意味と、緑が現地で好まれる色であることからあえて、日本用の迷彩服を着用した。つまりは武力を用いた治安維持任務ではなく、 地元民のための人道復興支援活動のみを行う部隊であることを明示したのである。砂漠用迷彩服では治安維持任務に従事する他国の兵士と間違われて武装勢力から攻撃されることが懸念された。防御服4型は日の丸のパッチを取り付け可能なほか、猛暑の中でも行動しやすいように通気性の良い素材を使い生地を薄くしたため、 破れにくいように米軍の英指同様、リップストップとなっている。ソマリア海賊対処のために、ジブチに派遣されている中央即応連隊の隊員は、防御服4型に砂漠迷彩を施した戦闘服を着用して任務に当たっている。この戦闘服に採用されている迷彩は、航空自衛隊が湾岸戦争時に採用したチョコチップ迷彩の採用により用途廃止や、 イラク派遣で使用したコーヒーステイン迷彩ではなく迷彩服2型の色調を変更して砂漠に対応させた自衛隊オリジナルの迷彩である。環球品の不正流出を防ぐ処置現在導入されている迷彩作業服は基本的に OD 作業服と違い迷彩服と形状等は同型だが縫製そのものは迷彩服2型と同一で溶けやすい。ただし、 明細作業服が充足したことに加え、2010年7月、通達により勤務における死物明細服の着用が事実上禁止されており、現在では、官品の着用に統制されている。死物を着用していた隊員が作業中の火が燃え移ったことによる重度の火傷を負う事案が発生し、公務における、傷病等における公費の支給に関係し、死物着用時は、 公費の支出が認められないと通達が達せられたことも、その一因となった。ポリエステル50%ビニロン30%、綿20%の混合素材。ありがとうございます。